ハロルド・エイドリアン・ラッセル、キム・フィルビーは、イギリス秘密情報部職員で、ソビエト連邦情報機関の協力者。イギリスの上流階級出身者からなるソ連のスパイモー、ケンブリッジ5の一人でその中心人物。ミロクの長官候補にも犠牲られたが、二重スパイであることが発覚し、ソ連に亡命した。イギリス領インド帝国パンジャーブのアンバーラーで、 植民地行政官のジョン・フィルビーを父として生まれる。ジョンは後にサウジアラビアの建国にも関与した著名なアラブ学者となった。愛称のキムはラドヤード・キップリングの小説少年キムの主人公にちなんで父親が名付けた。厳格かつ貴怯な性格で家庭においては暴君だった父親との関係はフィルビーの性格と スパイとしての活動に影響を与えることになる。父と同様にパブリックスクールのウェストミンスタースクールを経て1929年にケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学した。当時のイギリスは大恐慌の影響で社会矛盾が露呈し、ヨーロッパにおいてはファシズムが勃興していた。1930年代のケンブリッジにおいては、 反ファシズムに加え共産主義思想に惹かれ共産党に入党する学生が多かった。フィルビーはここで後にスパイ仲間となるカイバージェス、ドナルド・マクリーンらと知り合っている。フィルビーは大学の社会主義協会に所属し、労働党の選挙運動を手伝った。1933年にはドイツを訪れ、ナチスによる反ユダヤ主義政策を目の当たりにしてショックを受けた。 彼は、マルクス主義経済学者のモーリス・ドブに会い、共産主義の大義に生涯を捧げるにはどうすれば、良いかと端的に質問した。教授から紹介された、コミンテルンの工作員に、オーストリアの地下組織との接触を指示されたフィルビーは、語学習得を口実として1933年に、ウィーンへと向かった。フィルビーは紹介された、ユダヤ人家庭の娘、アリス・リッツィ。 コールバンと恋に落ちた。ソ連の指示に従い地下組織メンバーと共に騒乱が発生するオーストリアとハンガリーにおいて政治活動に従事した。立地に逮捕状が出たことから1934年2月に彼女と結婚しイギリスへと帰国した。ロンドンにおいて立地を通してアルノルト・ドイッチュに紹介された。チェコ出身のユダヤ人で当時ロンドン。 大学大学院に席を置いていたドイッチは NKVD のスパイ帳簿係であった。ドイッチから勧誘されたフィルビーは迷うことなくスパイとなることを承諾した。NKVD は中東における著名人であるフィルビーの父親がイギリスの情報部員であると疑っており、フィルビーはテストとして父親の書斎から最も重要と思われる書類を写真に撮るよう求められ、これを実行した。 ドイッチュはフィルビーが両親とその階級に心からの軽蔑と憎しみを示していると報告している。リッツイとはこの頃別居した。ドイッチュの指示でフィルビーはひとまずジャーナリズムに就職することを決めた。いくつかの雑誌を渡り歩くとともにカムフラージュとしてイギリスにおけるファシスト組織であった英独友好協会へ加入した。協会の代表として ドイツを訪問し、ヨアヒム・フォン・リッベントロップにも面会している。共産主義進派である友人の中には、フィルビーの思想転向に起こり絶好する者も,もいた。フィルビーは外務省に入省していたマクリーンをスパイモーに引き入れた。バージェスの方は、性格的に不安定で採用を躊躇したが、これを察したバージェスは強引に認めさせた。 バージェスはさらに美術史屋のアンソニー・ブラントをスカウトした。1936年にスペイン内戦が勃発するとフランシスコ・フランコが率いるナショナリスト陣営の情報を集めるよう指示を受けた。資金を用意されたフィルビーはフリーランスの記者としてスペインへと向かった。フランコ軍に同行しスパイ活動に従事するとともにイギリスの新聞に記事を書き送った。後に 父親のコネを用いてタイムズ氏の特派員に任命された。6月にバスクへのフランコ軍侵攻に関する記事を執筆している。ウハの貴族夫人と愛人になり、彼女を通してフランコ派幹部から情報を入手した。NKVD ではフィルビーにフランコを暗殺させる計画を立てたが、フィルビーとその管理官はこれを実現不可能だとして拒否している。 1937年の大晦日にテルエルの戦いを取材中のフィルビーは、共和国軍の砲撃を受けて九死に遺傷を得た。共にいた記者数名が死亡している。フィルビーのスパイ行為に感づいた同僚を暗殺するためにフィルビーが手榴弾で殺害したとの説もある。フランコからは直接勲章を授与され、さらにこのニュースによって、ジャーナリストとして、 なお知られるようになった。スペイン内戦がフランコの勝利で終結するとフィルビーはロンドンへと戻った。当時ソ連ではヨシフ・スターリンによる大粛清の最中であり NKVD もその対象となった。フィルビーのロンドンにおける管理官はソ連へと呼び戻されドイツの二重スパイだと急断され殺害された。パリにおける管理官とその公認も 人民の敵として処刑された。個人的にも友人であったこれらの諜報機関職員の処刑によってもフィルビーの共産主義に対する信念は揺るがなかったが、1939年に独ソ不可侵条約が締結されたことはフィルビーを動揺させた。この実機ソ連諜報機関からの接触が一時的に途絶えた。当時のイギリスの外務省や情報機関は、 上流階級出身者同士の個人的関係をもとに、長母、運営されている、排他的な組織であった。NKVD の指示により、アンソニー・ブラントは、見越え、ガイバージェスは、ロクへ加わった。1939年9月に、第二次世界大戦が勃発した。フィルビーは1940年春に、イギリス海外派遣軍に同行する。 特派員に選ばれ、西部戦線から記事を執筆した。1940年に、ナチスドイツのフランス侵攻により、戦線が突破されると、フィルビーは、ドイツ軍が到着しつつあるアミアンから船で脱出した。ロンドンへ向かう列車の車内で、サンデーエクスプレス誌の記者である、女性記者と同室になった。情報機関に関係する彼女に、 情報活動への興味を伝えると、未クの採用担当者から連絡を受け、すでに未クに入局していたがエバージェスの立ち会いもあり、面接後直ちに採用された。身元証明は当時未クの副長官で、父の父であったバレンタイン・ビビアンが言った。スパイ養成学校に送られた後、特殊作戦執行部において、プロパガンタに関する授業で教弁を取った。同僚として、 知り合い親友となったエリオットは、フィルビーは、素朴な愛国心を持つ魅力に富んだ人物で、政治的動物のようには全く見えなかったと後に、述べている。同様に、後に、著名な歴史学者となるヒュートレバーローパーは、フィルビーを知的に洗練された非凡な人物だったと評価している。フィルビーはエリオットを通して、未五、未六の若手職員の集まりに顔を出すようになった。ガイバージェスや、 アンソニー・ブラント、ビクター・ロス・チャイルド、ガイリデルもその常連だった。フィルビーは魅力内における重要部局であるセクション部位に配属された。この部は敵国の諜報活動を監視するとともに見事の連絡役も務めていた。中立国であるイベリア半島のスペインとポルトガルはスパイ活動の最前線となっていた。スペイン内戦での特派員になったフィルビーはその経験を買われて、 セクション部位のイベリア半島担当半班,班長に任命された。ロンドン郊外の邸宅に設けられたセクション部位の本部で勤務し、その付近に借りたフィルビーの家は部員の溜まり場となった。当時フィルビーの部下であったクレアム・グリーンも日曜にしばしば訪れている。グリーンもまたフィルビーの有能さと自然な魅力を証言している。ブレッチリーパークを本部にする。 政府暗号学校の成果を利用して、イベリア半島における大規模なアプベアのスパイ号を敵主として取り組んだ。それと同時に、フィルビーはソ連のスパイとしての活動も続けていた。ロンドンにおいてソ連大使館員に偽装した NKVD 将校と接触し、威力の資料を手渡した。本部での当直任務の際にはソ連に役に立つ情報が流れてこないかチェックした。 ソ連に送られた資料の中には、同僚の評価に加えて、スパイ任務を知らない、自身の妻の政治的傾向を冷静に描写し、今は無理でも、将来的には、その強制を試みたいと希望する文章も、含まれていた。自身に、スパイ疑惑がかけられた際の対策として、ミゴの職員に接近し、その中でもガイリゲルとは親しくなった。ミ長官のスチュワート・ミンギスは、 フィルビーを高く評価しており、外務省からのフィルビー引き抜きの要請にも断りを入れている。1937年にイギリスに亡命したウォルター・クリビツキーを1940年に見後が改めて尋問した際、クリビツキーはスペイン内戦時にソ連のスパイとして働いていた上流階級出身のジャーナリストがいたことを暴露したが、これを フィルビーと結びつける者は誰もいなかった。フィルビーたちが送る情報の質が高く、互いに矛盾しないことは、NKVD に疑惑を抱かせた。すべてはイギリスが仕組んだ二重スパイの罠だと疑ったのである。この疑惑を解消するために、ソ連国内で活動するスパイの身元を明かすよう指令があった。フィルビーは弥クの資料保管施設からソ連における活動記録を取り寄せたが、 ソ連は重要視されておらず、ポーランド人の情報提供者が数名いるだけだった。この報告書を見たソ連当局者は、特大の赤い疑問符を上書きした。皮肉なことに、ソ連側からフィルビーの信頼度は疑われていた。それまで、情報活動に無関心だったアメリカ合衆国が、OSS を設立し、ロンドンに部員を送り込んでくると、 フィルビーは彼らの教官として、魅力の組織構造、任務、暗号解読作業などを教え込んだ。若く有能なジェームズ・アングルトンは、フィルビーと指定関係を築いた。イベリア半島におけるアップベールの活動を抑え込むことに成功したフィルビーは、連合国軍の上陸が迫る北アフリカとイタリアも担当することになった。ソ連当局では相変わらずフィルビーの信頼性を決めかねていた。 1943年にエリッヒ・フェアメーレンとエリザベト夫妻がイギリスへの亡命を申し出た。アップベア職員となり、イスタンブールに赴任したフェアメーレンは、妻と共に大量の資料を持って高速艇に乗り、カイロへと無事脱出した。こうして、ニコラス・エリオットの主導で亡命した夫妻を、ロンドンにおいて、フィルビート・エリオットが尋問した。この事件は、アドルフ・ヒトラーを激怒させ、 アップベアの解体につながった。フェアメーレンの持参した記録の中で、ドイツのカトリック系上流階級における反ナチ反共産主義者たちのリストは敗戦後のドイツの政治的指導者候補になるため、重要視された。イギリス政府はこの情報をソ連に渡さなかったが、フィルビーにより漏洩された。ソ連軍のドイツ占領の混乱の中でその多くが殺害された。 フィルビーはメンジースに対し戦後に起こりうる対立を考慮に入れて対ソ連専門部局を設立するよう進言した。メンジースはこれを受け入れ1944年9月にフィルビーを新たに設けたセクションラインの部長に任命した。1945年8月に中イスタンブールのソ連副領事で NKVD のトルコ駐在副部長である。 コンスタンティン・ボルコフがイギリスへの亡命を申し出た。ボルコフはイギリス外務省情報機関におけるソ連のスパイの情報を持っていること、その中でも情報機関幹部に大物スパイがいることを伝えた。この情報を受け取ったメンジースは対祖部局長であるフィルビーに連絡した。パニックに陥ったフィルビーは NKVD の担当官と連絡した上で作戦を立てた。フィルビーは 自身が、ボルコフを直接尋問、脱出させることにして、メンジースの承認を受け、できるだけ時間をかけた上で、トルコに向かった。到着したのは、ボルコフの告白からすでに22日が経過していた。その数時間前に、ボルコフとその妻は鎮静剤を打たれ包帯で全身をぐるぐる巻きにされた状態で担架で、モスクワ行きの航空機に乗せられていた。 ボルコフ夫妻は拷問の末に処刑された。フィルビーは、後にこの事件について、卑劣な奴が当然の報いを受けたと語っている。ミロク内部において、この失敗は、ボルコフが缶づかれたためだと結論付けられた。フィルビーは1945年に、ソ連政府から赤旗勲章を授与された。翌1946年には、イギリス政府から、 OBE に除任された。1947年には一等書記官を偽装身分としてトルコ駐在部長に任命された。フィルビーはソ連カフカスへの協力者の浸透工作を実施したが、もちろんその情報は全てソ連へと渡していた。トルコのアメリカ空軍のインシルリク基地の情報もソ連に引き渡している。この時期フィルビーは秘書と不倫しており、 妻のアイリーンの神経症が悪化した。2年後に、フィルビーは、アメリカのワシントン DC 駐在部長として、米国の情報機関との連絡役に任じられた。戦後エンベルホッチャによって、共産主義政権が成立していたアルバニアに対して、ミロクは亡命アルバニア人を協力者に用いた、転覆工作であるバリアブル作戦が実行された。英米の共同作戦であるためフィルビーが、 イギリス側の立案担当者に任命され、フィルビーは、ソ連に亡命アルバニア人が、アルバニアの海岸に上陸する日時を逐一、連絡した。ほとんどの亡命アルバニア人が直ちに捕らえられ、処刑された。彼らの家族も同様に殺された。犠牲者の数は亡命アルバニア人が100から200名、その家族は数千人に上るとみられる。第二次世界大戦中から、 英米両国はソ連の外交暗号を傍受解読しており、バージニア州アーリントンホールの解読施設で整理されたそれらの情報はベノナの暗号名で知られていた。ソ連の担当者のミスにより解読が進むとマンハッタイ計画に潜り込んでいたソ連のスパイであるクラウス・フックスが逮捕された。さらに後にニューヨークにおけるスパイモーの統括者であった。 ローゼンバーグ夫妻も逮捕され、罪を認めなかったため処刑された。戦時中の中ワシントン英国大使館に暗号名、ホメロスというスパイがいることが確実視されていた。さらに、イギリス情報機関のスタンリーなる大物スパイの存在も示唆された。間もなく中米国のイギリス大使館に当初機関に任命されたバージェスもワシントン DC に赴任しフィルビーの自宅に同居した。 上記を一した振る舞いを繰り返すバージェスによって、アイリーンの精神は、さらに不安定になった。1951年にアメリカは、ベノナ情報から、スパイ、ホメロスがマクリーンである証拠をつかんだ。マクリーンは当時英国外務省のアメリカ局局長にまで出世していた。アメリカ側から連絡を受けたミロク本部は、フィルビーニコの情報を折り返し伝えた。 フィルビーはマクリーンに警告するため、バージェスを使いとして、ロンドンへ送ることにした。バージェスは1日の間に3回のスピード違反を繰り返し、その度に外交特権を主張し、警官を侮辱した。激怒したアメリカ国務省は抗議を行い、イギリス外務省はバージェスに対して、ロンドンへの帰還を命じた。帰国したバージェスはまず、アンソニー・ブラントを経由して、 KGB の担当官に連絡した。5月25日にバージェスとマクリーンはフランスへ向かう遊覧船に乗り込み、さらにパリ、スイス、チェコスロバキアのプラハを経由してソ連に亡命した。スパイの疑いをかけられたイギリス外務省の幹部二人が失踪したというニュースは英米の情報機関を震撼させた。FBI とミゴは ワシントンにおいてバージェスと同居していたフィルビーが二人に警告したのではないか、さらには彼自身もスパイなのではないかとの疑惑を持った。スペイン内戦時にジャーナリストとして働くソ連スパイがいたという証言、ボルコフ亡命事件における奇妙な失敗、バリアブル作戦の情報漏えいなど、フィルビーに不利な間接証拠は多かった。ミゴはフィルビーを尋問したが、 直接的証拠に欠けていたこと、ミロクのニコラス・エリオットと CIA のアングルトンが無実を信じて擁護したことによって捜査は打ち切られた。フィルビーは辞表を提出し退職金を受け取ってミロクを離れた。収入を失ったフィルビーは田舎へ引きこもり、友人から紹介された仕事で食いつないだ。息子のパブリックスクールの授業料なども友人に頼っていた。 フィルビーの行動を疑っていた妻のアイリーンとの中は破綻しており、ついにはフィルビーは自宅の庭にテントを張って、そこで寝泊まりするようになった。アイリーンがかかっていた精神科医はフィルビーが彼女に自殺するよう圧力をかけていたと診断している。1954年4月に KGB の大佐ウラジーミル・ペトロフがオーストラリアに亡命した。ペトロフは 1951年初めにロンドンでマクリーンが秘密文書を KGB のエージェントに手渡すのを見たと証言した。バージェスとマクリーンはスパイ活動への関与を否定し、記者会見において亡命の動機はマルクス主義への信奉のみだと表明した。ペトロフは外交官に偽装し、 世界各地の大使館に赴任している KGB 将校のリストとともにバージェスとマクリーンが第三の男から警告を受けていたとの情報を提供した。ミゴは引き続きフィルビーの監視を続けていた。1955年9月18日の英国紙の報道によって外交官の失踪事件は実は上流階級出身者からなるスパイの亡命であった。 ことが明らかとなり、大騒動となった。FBI 長官のジョン・エドガー・フーバーは、イギリスがフィルビーを未だに逮捕していないことに、激怒しており、フィルビーが第三の男であることを新聞に漏えいした。10月にフィルビーの自宅は、新聞記者に取り囲まれた。労働党議員、マーカスリプトンが、議会において、不逮捕特権を利用して、フィルビーの疑惑を取り上げ、 これを新聞が間接的に報道することでついにフィルビーの名前が一般にあらわになった。ことなかれ、主義を取るハロルド・マクミラン外相は、エリオットの台本通りに、フィルビーが、マクリーン、バージェスに警告した証拠と彼が、第三の男である証拠は共に一切ないことを、言明した。11月8日に、フィルビーは、母のアパート面において、記者会見を行った。フィルビーは、 学生時代に一時的に共産主義にかぶれていたが、それ以後は相手が共産主義者だと知った上で、共産主義者と話したことはないと疑惑を否定し、記者たちはその弁明に納得した。リプトンは告発を正式に取り下げ謝罪した。ソ連の担当官は息を呑む名演技であったと称賛している。エリオットの圧戦で1956年から、 オブザーバー及びエコノミストの中東特派員として、レバノンのベールートで働き始めた。同時に、ミロクにも、情報収集員として復帰した。当時ミロクの長官を務めていたのは以前ミゴに所属し、フィルビーを追求していた、ディック・ホワイトであったが、彼はこの人事に特に反対を示さなかった。ベールートに着任し、ジャーナリストとミロクの仕事を兼務していたフィルビーのもとに、 安全を確認した KGB から連絡があった。フィルビーは再びソ連のスパイとしての活動を再開した。ニューヨークタイムズ誌の特派員の妻エレナと不倫し、イギリスに放置してきたアイリーンの死とエレナの離婚後、1959年にエレナと再婚した。1960年の父の死、1961年のジョージ・ブレイクの逮捕などで心労がかさみ、 同年8月に飼っていたキツネが事故で死んだ時には、周囲に心配されるほどのショックを見せた。1962年末に、KGB 大佐のアナトリーゴリツンが亡命してきた。ゴリツンは、英米の徹底的な尋問を受けた。彼は、ケンブリッジ5の存在を暴露し、この情報をもとに、ミロク内部の二重スパイの捜査が再開された。 KGB 工作員がフィルビーに警告した形跡があったことは疑惑を深めた。さらに、前妻の友人であった、ロシア系ユダヤ人のフローラ・ソロモンからは、1930年代にフィルビーからスパイになるよう勧誘されたという証言が得られた。ソロモンは、フィルビーの妻に対する仕打ちと彼の記事に見られた、反ユダヤ性に激怒していた。魅力のディックホワイト、 ニコラス・エリオットもフィルビーの裏切りを認めた。自ら尋問を志願したエリオットは、米ルートへと向かい、盗聴された一室において、フィルビーを追求した。フィルビーは、言い訳や反論を行ったが、卒追免除を条件に、罪をしぶしぶ認めた。彼は簡単な供述書にサインし、尋問は後日再開されることになった。しかし1月23日に、フィルビーは、 妻との約束を放り出して突然行方不明となった。KGB の助けにより貨物船に乗り込み、オデッサへ渡り、ソ連に亡命した。ミロクはフィルビーに監視をつけていなかった。スキャンダルを嫌い亡命を黙認していたと見られている。1963年3月にイギリス政府はフィルビーが行方不明になったことを発表し、それと同じくして、 ソ連の機関誌イズベスチアにフィルビーが亡命したとの記事がプルシキン広場に立つ彼の写真と共に掲載された。フィルビーはモスクワにおいてアパートを与えられた。バージェスは1963年に死んだが再開する機会はなかった。KGB から報給を与えられ、ロンドンからは家具や服、パイプを取り寄せてもらったが、口頭で約束されていた KGB における階級は 与えられなかった。エレナをモスクワに呼び寄せしばらく暮らしたが、フィルビーがマクリーンの妻メリーンダと不倫したことを知り、二人は1965年5月に離婚した。エレナはソ連を去り3年後に亡くなった。フィルビーは KGB においてイギリス担当顧問として働いた。ジョージ・ブレイクから紹介された20歳年下のルフィナと結婚。1 9 6五年に ソ連政府から赤旗勲章を授与される。1968年 KGB の監修の下で回顧録マイサイレントウォーを出版。ただしその内容は嘘と虚飾が含まれていると指摘されている。同書には作家のグレアム・グリーンが好意的な序文を寄せた。グリーンはフィルビーは国を裏切ったではないかという非難に対し、そう、確かにそうかもしれない。だが、 国より大事な何かや誰かのために裏切りを犯さない人などいるだろうかと答えた。グリーンと同じ組6に在籍したことのある作家、ジョン・ルカレはサンデー・タイムズ史上で行ったこともない国、深く学んだこともないイデオロギー、長く恐ろしい粛清によって他国で関わることすら危険だった体制に捧げた。30年もの間、騙し、裏切り。 時に殺すことによって、自分の決断に忠実だったと書いた。フィルビーの回顧録が出た同じ年に、サンデータイムズの執筆者チームによるバクロ露本、フィルビー、ザ・スパイ・フービトレード・エージェネレーションが出版された。このバクロ露本は、ルカレがサンデータイムズに書いた文章が序論として使われ、ベストセラー1位に輝いた。1970年には名誉称号勲章を、 1980年に霊人勲章を授与された。ソ連が崩壊する直前の1988年5月11日にモスクワで死去した76歳を打つ。ありがとうございます。